はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターのコラヒです。本日はスペシャルゲストお越しいただいております、浦レッズの宮本裕太選手です。本日はどうもお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。これの前にですね、こういろいろ勝負もやりまして、はい、でここからちょっとこう新しいニュープレーターについてちょっとこうこだわりスパイク聞いていきたいなと思います。はい、はい、今回この企画で新しいプレート履くのが初めて。そうですか。初めてです。あ、なるほど。じゃあちょっとこう新しいプレターの第一印象といいますか、あとはまあ以前からこうプレターも愛用されていると思いますので、それのこう前作となんかこう変わったところとか、なんかこう印象ありましたら、いろいろこう喋っていただきたいなと思います。はい、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。インサイドパス交換とかしながらでも大丈夫ですか？はい、はい、いやちょっとね、プロのサッカー選手とこうインサイドのパス交換できるだけでも僕はもうめちゃくちゃテンション上がっておりますし、もうめちゃくちゃ楽しいですね。はい、ちょっとじゃあお願いします。こうボール止めるときとかって、なんかこう意識されてることとかなんかありますか？蹴るときと最近あの留大卒業する前に、はい、結構自主練でパス練をやって、はい、なんか力抜くことは意識するようになりました。なんていうかこう肩の全体的な力抜くって感じですか？はい、どうですか、新しいプレターの蹴り心地とか止める感触とかは。履きやすいですし、このアッパーでしたっけ、この、はい、オレンジ色の、オレンジ色のところ、はい、それが前作だと結構ゴツゴツしてたじゃないですか。はい、それが今回こうスマートというか、はい、形に沿ってるの感じなのでなんかそこまで違和感もなく、でもアッパーがある感じがすごくいい感じな感じではあります。ちょっと履き始め固めでしたけど、結構もう履いていくと足に馴染む感触もありますよね。そうですね、初めて履くのに自分は足痛くないので、おうおう、すごい履きやすい感じあります。あとこの濡れたピッチで雪のコンディションですけど、今全然ソックス濡れてないのもなんか、あ、そうですね、すごいですよね、はい、意外と。あとじゃあちょっと基礎練とかもやらさせていただいていいですか？はい、なんかスパイクで好きな色とかってあったりするんですか？最近は白がやっぱり好きですね。あ、白なんですね、はい、やっぱあのお話聞いた時にも履いてたあの白とちょっとカラフルなやつとかですか？はい、インカレではあのシルバーのやつですよね。そうです、シルバー履いてました、ましたよね。みんなが履かないようなスパイクを、まあ、試合用だったので、はい、試合用として。あ、いいですね。ダブルタッチもらっていいですか？あ、すいません、すいません。おー、ナイスです。うえ、安定感がやっぱ違うな、すげえ。で、あのアウトソールは結構 AG ソール使われたと思うんですけど、はい、プロ入り後はどういう感じで考えてますか？なんかやっぱり天然芝が増えるので、はい、QG にならなきゃダメだなって思ってます。やっぱり、はい、そうなんですね。あのサイスタでプレサイド選手権の時でも SG 入ったりしてます。あ、選手権の時は FG で全部やりました、はい、あ、FG だったんですね、はい、おお、インターハイとか SG 履かしてもらってたんですけど、はい、アウトソールも一応新しくなりまして、はいはい、銀のやつが重りで、あ、ここですね、はい、うん、これがなんか強いシュート打てるように工夫してくれたらしいので。おお、じゃあここからよく履き込んでちょっと体感していきたいなみたいな感じですかね。はい、ありがとうございます。インステップのこの蹴り心地とかはどうですか、印象、感触としては。すごい足の形に沿ってますし、はい、なんかぴったりこう、ここもあれじゃないですか、今ゴムみたいになってるじゃないですか、はい、なんでぴったしこう、はい、なってるので。うん、サイズはいつも何センチですか？26履いてます。6ですか？パンパンなんですけど、はい、やっぱり人工でも履いてたら伸びるんで、そのちょっと鳴らした時ぐらいが一番いい感じになるのが自分は好きなので、ちょっと最初はきつめでもいいかなと思ってますね。はい、なのでじゃあこのサイズ感なんですね。はい、でも今それでも今は全然違和感ないので。あ、これでも全然、はい、結構ぴっちりジャストサイズですけど、まあ、ここからじゃあ
キャンプとかで吐き鳴らしていって、はい、シーズン始まったらその時にはもうバッチリ足に馴染んでるっていう状況ですかね、はい、初の試みなんで俺のこだわりスパイクこうやってこう立ちながら聞くのが、はい、僕としてはこうプロのサッカー選手の足をこうちょっとさりげなく触ったりとかできるんで結構なんかもう楽しいんですけど、はい、でプレダートとハイカットとローカットがあるじゃないですか、はい、で日本選手は結構ローカットを愛用された印象があるんですけど、はい、今回の新しいプレダートはどっちで行こうかなとか考えてますか。こっちが一応ローなんですよ。ほんとこの 2,3 センチぐらいの差なんで、でも全然これぐらいなら全然こちらの方が逆にあった方がいいかもしれないですね。あ、っていうところなんですね、はい、あ、なるほど。流通経済大学時代にはこうサイドバックも結構経験されたと思うんですけど、はい、プレデターもこうスピンとかカーブに特化したスパイクなんで、どういう蹴り方で、まあ、どの辺に当ててるのかなみたいなちょっとお話も聞ければなと思うんですけど、自分も最初全然分かんなかったんですけど、はい、サイドバックやった時にこう結構オープンでセンタリングの時も もらった方がよく、自分的にはこうトラップして前に止めるんじゃなく来たボールに対してちょっとオープンで持ってここら辺に置いた状態からこう蹴った方が自分的にはやりやすくて、はい、それをあのスタッフといろいろ話し合って見つけて、はい、こっちがサイドラインってことですよね、右サイドの、はい、それを例えで言うと、はい、で結構こうオープンで持つんで、はい、なんで結構こう深く入ってここら辺とかで、そうですね、ここら辺とかで結構インサイド気味な感じですか。はい、インサイド気味とか もうほぼインサイド、はい、あからこうグッとこう巻くようなちょっと遠心力も使って、はい、行く感じで意識するようになりましたね。へー、まあ、多分いろんな人いるんだと思いますけど、あ、はい、あの内田選手とかは多分こう前にポンって置いてポンってこうやって上げるのとか得意だと思うんですけど、ははは、ちょっとこうダッシュの勢いも使いながらみたいな、はい、こうスマートにこう止めれるのが上手だと思うんですけど、はい、それ自分的にはちょっと苦手な部分とかあったので、はい、わざとこっちに置いて、へー、遠心力使って速いボールとかこう上げるようには意識しましたね。ってことはちょっとこう完全にこっち止めるというか、こうこの勢いをちょっと軽く残しつつも、はい、そうですね、この勢いもうまく利用して、はい、こう体を使って、あとインサイド気味でこうグッと巻くような感じで蹴る感じですね、っていうところなんですね、はい、なるほど。ちょっとね、あのどの辺のポイントで蹴ってるかも結構なんていうんですか、あのなかなかこう動画でお伝えすることは珍しいと思うんで、これ多分まあ中高生とか参考になると思うんですけど、自分はそういうその蹴り方でここら辺で蹴っちゃうと、はい、多分すぐタッチあの割っちゃうんで、オープンで置くなら多分なおさらこのインサイドとかでこう巻くようにガッて蹴んないと、つま先とかに当たるとこう蹴ろうとしてもつま先とかに行っちゃってこっちとか行っちゃうんで、あ、こう流れちゃうんですね、はい、オープンで持つとなおさら、なんでオープンで持った時こそ多分ここら辺で蹴んないと多分曲がっていかないと思うので、それは多分いろいろ試行錯誤してやった方がいいと思いますね。あ、じゃあちょっとこう自分なりにいろんなパターンをやってみて、はい、自分に合うやつを見つけていくみたいなところですか。はい、あ、大学になってからですもんね、サイドバックを主にやり始めたのも。もうひたすらセンタリング練習して、うん、フォワードに入ってもらって、ニアなのかファーなのかで、はい、自分も止めるタイミングとか蹴るタイミングとか、はい、形とかを常に練習しました。ちなみに1日に、まあ、大体でいいんですけど、どれぐらい蹴るもんなんですか。大学でも自主練だけで言ったらもうそんな蹴りすぎても良くなかったの で、はい、でしかもこう結構グンってやるんで股関節とかもちょっと負担がかかる可能性があるので、はい、多くても30本とかそんぐらいまでしか蹴らないですね。じゃあ量よりもこう質と言いますか、一本一本大事に10本必ず全部成功させようって言っていつも練習自主練に入るので、その10本はもう本当に試合以上のクオリティを出そうと思ってトップスピードでやったりしますね。へー、じゃあそれの積み重ねでっていうところですよね、その練習の積み重ねで、はい、わすごいな。もしよろしければなんですけど、1本こうそのちょっとこうこっちに流しながら巻きながら蹴るみたいなのをちょっとあっちに向かってとかやっていただいてもいいですか。あと、はい、で僕ボール取りに行くんで、はい、ダッシュで、はい、分かりました。じゃあこちらこれがなんか右サイドラインみたいな感じにしましょうか、はい、了解です、はい、で僕あっちからボール出しますね。じゃあ行きます。はい。
はいはいはい、ちょっと低いか、はい、このインサイドで引っ掛けながら蹴るときに、はい、なんていうんですかね、あの引っ掛ける方ばっかりにまた集中すると結構球速が遅くなったりするじゃないですか、はい、それの引っ掛けるときのコツといいますか。あ、いやでももう自分はもう感覚でやっちゃってますね。あ、もうひたすら自主練習してたので感覚で染み付いてるものがあって、それは多分もう自分でこの多分トラップ位置で多分決めてます、はい、決めてると思います。前に置きすぎちゃったら多分軽くポンって蹴っていって、まあ、真ん中ぐらいだったら普通に蹴って、こうちょっと外気味に行っちゃったなと思ったらわざと思いっきり蹴ったり、トラップの位置で自分は決めてるところありますね。おお、じゃあやっぱこうトラップで結構決まる部分もあるってことですね。そうですね、なんでトラップはあの自主練しましたね。このセンタリングの前のトラップは結構意識するようにしました。そこもじゃあ練習しっかりやってってことですね、はい、ありがとうございます、はい、いやめちゃくちゃ参考になりました、はい、ありがとうございます。あ、というわけで今回の俺のこだわりスパイクこう、番外編といいますか、はい、プロのサッカー選手にお話聞くというところで非常に貴重なお話聞きました。本当に本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あと勝負の動画も上がってますので、それはまた概要欄にリンク貼ってますのでぜひあのご覧いただければなと思います、はいはい、というわけで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。